タイヤ物語は、1920年製作、公開、細山清松監督の日本のサイレント映画である。国際活影地のはず撮影所の第一回作品である。主演の林千歳1919年12月6日、国際活影株式会社が設立され、同社の常務取締役に就任した小林喜三郎は、翌年1月に自らが設立した天活を買収。 小竹鎌田撮影所から井上正夫、日活向島撮影所から松本清を引き抜き、東京府南都島郡淀橋町市長大技津の外技1社に津の外撮影所を建設した。松本は同撮影所の所長及び撮影課長に就任し、かつて向島時代の同僚であった細山清松を監督係のメンバーとして入社させた。同年4月には、 設立第一作の制作に取りかかる。細山清松は、同じ設立メンバーの一人、野村愛生の脚本を終え、進撃の文芸協会出身の女優で、同じく設立メンバーに加わった、林千歳を主役に起用、本作を監督した。共演に名を連ねる高瀬実は、後の喜劇役者、高瀬実情であるが、当時は、喜劇的要素は全くない性格俳優であった。 角の撮影所は、進撃の流れを組む現代劇の撮影所、従来点活が稼働していた菅野撮影所は、時代劇の撮影所となった。本作は、同年7月1日、同年5月に株式会社武蔵野館が、角のの甲州街道沿いにオープンしたばかりの、新宿武蔵野館で公開された。当時の角のの地は、全くの軍部であり、東京市の住宅地から、 郊外の農村地帯へ、現在のバキュームカーの役割を果たす牛車が列をなしていた時代の話である。一層打球で逃げましょうかが流行語となるほど新宿駅近辺が発展するのは同フレーズが歌詞に登場する1929年5月31日公開の東京行進曲前後であり10年早い時代であった。本作のフィルムプリントは東京国立近代美術館 フィルムセンターは所蔵していない。ありがとうございます。